有田の陶磁器製造販売会社の長男として生まれ、高校の美術教諭を経て帰郷、家業に従事後、日展を中心に活躍し、染付や色絵磁器が主力の有田で、青木天目と呼ばれる漆黒の天目釉を中心とした作品で知られる青木隆山氏。緑に白を効かせた抹茶碗は、珍しいタイプの平茶碗と思われます。白を使うことで内側の黒が引き立ち、湯滴天目の宇宙をさらに感じることができるでしょう。